冬のハエは、梶井ー次郎の短編小説。序章と参照からなる。景観の温泉地での療養生活の冬の季節、部屋の中に住み着いているハエたちを観察する、私の物語。好転しない病と将来への不安で、焦燥と健体の日々を送っていた伊豆湯ヶ島での二度目の、冬を題材に、 日向の中での欺瞞の安逸と極寒の絶望と緊張の中での旋律との相告の心境が綴られている。数日間の方向の間に死んだ冬のハエの運命から人間の意志を超えた気まぐれな条件に命運が委ねられている世界に気づく新たな認識までを描いた作品である。元次郎の代表作の中でも評価が高く近代日本文学の中でも 名作の一つとして数えられている。1928年5月発行の雑誌、創作月刊5月号に掲載された。その後、元次郎の死の前年の1931年5月15日に、武蔵野書院より観光の作品集、レモンに収録された。同書には他に17編の短編が収録されている。翻訳版は、ロバート・アーラン・ウールマー。 スティーブン・ドット役により、アメリカ、ジーン、ピエール・ジロースミタニ、ヒロブミ役により、フランス、ステファン・ベント役により、ドイツで行われている。景観にある温泉宿に長期滞在している。私は冬の季節、十時頃からようやく窓に差し込む光で日光浴を始めていた。開けた窓からは光点のように飛び交うアブやチや、 京の騎士から騎士へと糸に乗って渡る雲などが見え、冬でも昆虫は活動していた。私が、半裸で、日光浴していると、部屋の天井からハエが日向に降りてくる。日陰では、動きのなかったハエたちは、日光の中では、活気づき交尾までしていた。しかしながら彼らは、アブや蜂のように古外へ飛び立つことなく、なぜか病人である、私を、カタギスカのように部屋の日向で遊んでいる。 そして、私が飲み干した後の牛乳瓶の中で出られなくなり、毎日2匹ずつくらい死んでいった。ハエと日光浴をしている男と自称する、私は冬のハエを観察するのが日課のようになっていた。病による疲労感が取れずに都会に戻りたくても戻れない、私は温泉地での二度目の冬を迎えていた。私は絶望と倦怠の日々を過ごし、日光浴をしながらも、 太陽を憎んでいた。生の幻影で騙し結局は自分を生かさないであろう。太陽を私は憎んだ。この温泉地に来る前の都会にいた当時の頃、私は毎日のように部屋の窓から景色を眺め、冬の日の影や落日に相席を持っていた。しかし今の私は陽光の風景に象徴される幸福に傷つけられ、太陽光線の疑瞞を感じている。 日向のハエたちも、いきんとする意思に、うまいかされ、牛乳瓶の中のハエも登っては落ちていく。日が陰る午後になると、ハエは、動きが鈍くなり、私が寝床につく頃には、天井に張り付いていた。昼間は、のこのこと生き返り遊んでいたハエも、天井でじっとしている姿は本当に死んでいるかのようであった。他に宿泊客のいない夜には、その冬のハエはより一層の、 私に深い赤稜感を起こさせ、あたかも自分が深夜の景観の中の廃墟にいるような孤独な気持ちになった。ある晴れた暖かい日、私は郵便局からの帰り道で疲れ果て、ふとやってきた乗り合い自動車に乗り込んでしまった。それは半島の南端行きの自動車であった。私は心地よい車の揺れに身を任せ、途中の三里離れた山の中で降りて、自分自身を 白母の山へ行きしてしまった。火がすっかり沈んでしまった後、私は自身の運命そのままの絶望の風景の極寒の山道を歩きながら、決然とした意志が生まれた。私は心良い気持ちで歩け、歩け、歩き殺してしまえと自分を鞭打った。夜遅く、南端の港町に私はいた。そこに至るまで私は、 とある温泉地の共同温泉に浸かり食事をとった後に再び二里ほど離れた温泉地へ徒歩で向かおうとするが道に迷ってしまい自動車でその港町に来たのだった。私は港町付近の温泉で三日ほど過ごしたがその日俗で薄汚い平野の風景に飽きてしまい再び望みのない私の景観の村に帰って行った。その後私は何日も寝込んでしまった。 私には放浪の後悔はなかったが、私の行情を知った時の知人たちのくらい、気持ちばかりが気になっていた。そしてふと、自分の部屋にハエが一匹もいなくなっていたことに気づく。私のいない数日間、窓も開けられず日向もなく、火鉢も焚かれなかったためにハエは、寒さと上で死んでしまっていた。鬱屈した部屋から飛び出し自分を責め災難でいた間、ハエたちが、 本当に死んでしまったことに、私は衝撃を覚え憂鬱になった。冬のハエと同じように、何かの気まぐれな条件が私を生かし、そしていつか殺してしまう気がした。私は、そいつの幅広い背中をかいまめたように思った。それは新たに私の自尊心を傷つける空想であり、ますます私の生活に陰鬱を加えていくのを私は感じる。 冬のハエの執筆から遡ること約1年半前の1926年の冬、梶井元次郎は同居人の身をシタの説得により、天地療養を決意し、東京市麻布区飯ー方町片町32番地の下宿生活から大晦日に伊豆の岩島に行った。1927年の年が明け、元次郎は川端安成商会の湯川屋で療養生活を送りながら、 東京の下宿での心境を綴った、冬の日の執筆に勤しんでいた。春にはやや結核の病状が落ち着いて、当初は数ヶ月も経てば好転すると望みをかけていたが、その後思うようには回復せず、冬の日も予定していたような明るい結末でなく、未完と付された。10月、元次郎は、友人の近藤直人のいる、京都帝大医学部附属病院の呼吸科の医者の、 診察を受けた。思った以上に重症だと診断され、来春まで静養するよう通告されて補欠剤を処方された。回復の淡い期待もなくなり絶望的になった後、大阪市住吉区安倍の町の実家に立ち寄り、家の経済状態の苦しさと両親の老いも見た。元次郎は改めて職業作家への決意をした。両親は随分老いぼれた。僕は、 老年ということを両親を通して眺めた。かわいそうだ僕も早く独立してやらねばいけない。湯ヶ島にいて、創作に熱中することだけそれだけしか方法はない。一生懸命にやる。梶じい次郎、よどの竜像宛の書館も次郎は、湯ヶ島に戻った後、草稿闇への書を書き始めた。秋から冬に移行する季節の寂しさを身にし、み、僕は、現れてくる冬景色ばかりを苦にしていると弱気な。 心持ちになったり、日光余計や服薬で症状を抑えたりして過ごした。一年経つても依然希望は新しくならない。変典の多かるべき二十七年頃の体を病気とは言いながら何もせず、湯ヶ島へ埋めてしまったのは我ながら、不外を思う心に生じた兆候は、生きるよりも、むしろ死へ突入しようとする傾向だ僕の観念は、愛を拒否し始め社会共存から脱しようとし、 日光より闇を喜ばうとしている。梶井元次郎、北川冬彦宛の書簡公をして、筆を進めていた、草行、闇への書から、早急、家計の話が創作されるが、冬のハエも、同時期の湯ヶ島での不安や絶望の心境を生かした作品に含まれ、その地で迎える二度目の冬が舞台となっている。宇のちよそうした不安や絶望の中でも、 希望とも言うべきものもあった。結核の病状に悩まされ、絶望への情熱という、死への思いを抱いた湯ヶ島での生活における、もう一つの、恋という、生への情熱だった。冬の生えの中で、生きんとする意志と呼んだそれが、この時期には混在していた。1927年の6月頃から、尾崎志郎とその妻の宇野千代が湯ヶ島に、滞在するようになった。 尾崎は2月に、川端康成の宿を訪ねて進められたのを機に再び、来遊し、その湯本館の離れに千代と滞在した。それを追って、尾崎の孫目分子、村仲間の広津和夫、萩原作太郎らも続いて、湯ヶ島にやってきた。同時期には、元次郎の友人の三吉達治と、淀の龍蔵も夏休みを利用し、湯ヶ島に来ていて、淀の夫婦は、西平の湯本館、 三好は西平付近の百姓への離れを借りていた。元次郎は湯本館で、広津和夫や萩原作太郎らと婚姻となり、自身の宿、湯川屋に帰る道すがらで、宇野千代と初めて会った。黒襟の反転を着て、荒い髪の千代を見た元次郎は、艶やかな千代にたちまち惹かれた。四歳年上の千代の方は、元次郎に骨っぽい精悍な若者の印象を受けた。 元次郎は自分の名前をよく墓次郎と間違えて書くやつがあるんですと目を細めて笑う癖を見せ、千代のいる湯本館に夕方になるとよく遊びに行った。ある日、皆で千代も含めて散歩をしているとき、激しい渓流のところで誰かがこんなに背の強いところではとても泳げないなぁと感嘆すると、結核の第3期の元次郎は笑みを浮かべて泳げますよ。 泳いで見せましょうかと着物を脱ぎ、たちまち橋の上から飛び込んでしまった。千代は、この人は、危ないと感じ、ある感情を自分に持たせて気を引きたいのだなと思った。千代も、元次郎の宿の部屋に遊びに行くこともあり、作品以外にも、元次郎の不思議な魅力に次第に惹かれていった。三好達治も千代に惹かれており、三好と元次郎の間に競い合いのような確執が、生まれた。 9月になり、湯ヶ島に残ったのは、三好と千代と元次郎だけになった。ある夜には、湯川や自覚の猫腰側で、真っ裸の元次郎と三好が肩を組んで何やら、泣きわめき、大きな石にへばりついて、まるで狂ったような叫び声を上げていたこともあった。しかしその後、三好は、萩原作太郎の妹、愛に一目ぼれし、千代への関心は遠のいた。千代が東京へ戻ると、 元次郎は千代に会いたい一心で何度か上京することもあり、周囲にも元次郎の本気の恋は気づかれていた。中谷高雄の家に泊まった元次郎は、宇野千代宛の長い手紙を書いていたという。ある日には、すぐ湯ヶ島へ帰ると言いながらそわそわして、袖のほころびを見つけた平林英子が、縫ってあげるというのをぎこちなく断り、それまでにないようなそぶりで、孫ご文志村に出かけていった。 カジーさんを送り出してから、私はしばらくぼんやりしていたが、ふと胸の中に楽しい想像のようなものが湧いてきて、思わずほえまずにいられなかった。カジーさんには、あのほころびを塗ってもらいたい人が、今日の訪問先にいたのではなかろうか。その人は、美人で聡明で親切である。カジーさんの袖のほころびをすぐ見つけて、おや、お袖がほころびていますわ。縫ってあげましょうと言ってくれるに違いない。 平林英子、梶井元次郎、元次郎と千代は、お互い惹かれ合い、千代は、元次郎のことを尊敬していた。千代と親しかった、詩人、木沼まき正によると、むしろ恋多きい女の千代の方が、積極的であったという。なお二人が交わした多くの書簡や、千代に関する元次郎のノートは残されていない。私は梶井を尊敬していたのでせうか。あるいは、 家事を恋否していたのでセウカ。そうとは自分でも気がつかずに家事に対して恋、否しているものしか持たない心持ちを持っていて自分では夢にもそうとは思わないのに周囲にいる人たちがはっきりそうと決めていたそういう状態だったのでセウカ。男と女の間には真の友情は成り立たないものです。多少にかかわらず 現状に似た感情が混ざらないと、友情もまた、成り立たないもののように、私は、思うのです。うのちよ、私の文学的階層記千代と元次郎の噂が、届いていたまご分文村の、ある人よ、小崎と元次郎の確執は深まり、ついに大喧嘩直前まで行った危うい事件もあった。その事件の夜、元次郎は宿泊した、萩原作太郎の家で、一晩充血ヘドを吐き、 翌朝湯ヶ島へ帰って行った。天城トンネル第二章で描かれる、私は、不甲斐ない一人の私を、人里離れた山中へ行きしてしまったという峠越えの、総話は、天城トンネルから湯が、野まで歩いて、翌日に、下田港、連大寺、河内村まで回った気まぐれな放浪のことである。これと、類似する同様の総話は、闇の絵巻でも触れられている。普段着の軽装のまま、 暗い少年に突き動かされて衝動的に観光してしまった。この童貞は陶器と春季の違いはあるが、伊豆の踊り子と同じコースであった。この放浪の少し前、北の中学時代の同級生、小西善次郎が不意に元次郎を訪ねてきて、小西から伊豆の踊り子を案内機に天城越声に挑戦した話を聞いていた。この頃は全く寂しいです。 美しい秋景色だが僕はどうも冬ばかりを見るようだ。この間はトンネルへ夕方出かけて紅葉見をした。夕方でも中津田野だが当時近い日は暮れやすくあの大渓谷が闇に刺されるのを見ながら湯が野まで歩いてしまった。一泊して翌日帰ったのですが下田港連大寺河内なども別件してきました。闇の天木越は今を思っても寒い。 体を少し痛めたようでしたが、昨夜今日あたりで平常に帰ったと思っています。梶井本次郎、淀の竜像宛ての所管ちなみに、1928年3月頃にも、藤沢武雄と一緒に散歩の途中で、場当たり的に乗り合いバスに乗り、湯がの温泉で降りて、宿で休息してから再びバスで下田まで行ったことも、あった。二人は、下田の四季酒旅館に一泊して、 ビリヤードなどで遊び、翌日下鴨温泉まで10キロ歩いて、途中の果樹園でメロンを買い、宇野千代への手土産にした。帰りは湯ヶ島までバスで戻った。この間、湯川屋では、二人が自殺したのではないと心配して、捜索願いが出され、警察や消防団も来て、大騒ぎになっていた。なお、大谷光一は、 この藤沢武雄とのバスの放浪旅を1927年11月のものと推定し、放浪は一回だけだったと捉えているが、鈴木定宮柏倉康雄の遂行により、藤沢が採用した時期や、元次郎が徒歩で闇の城越声をしたという所感の信憑性が重視され、藤沢との旅と一人旅は別のものだと判断されている。冬の肺は、 梶井ー次郎の代表作の中でも評価が高く、近代日本文学史の中でも名作と位置づけられているが、書出当時は文壇からの批評はなく、ほぼ無視されていた。しかし作品集、デモン観光により文芸評論家の目に留まり、徐々に評価されていった。作品構造的には、作品冒頭で作者の存在が明示されており、その意味で他の梶井作品とは異例である。 作品的に高い評価ながら、他の代表作、冬の日、闇の絵巻などと比べると、本格的な論球は少ない。小林秀夫は、梶事意の暗鬱は明朗から直接に流れ出たもの、として、以下のように、冬のハエ」を寸評している。冬のハエの暗淡たる気持ちには像悪もない、霊笑もない、虚しい思想もない、むしろ肉体の疲労そのものがある。無駄のない。 健常とでも形容したくなるようないかにも自然な疲労がある。そしてこういう疲労が一種健康な感情を私に呼び覚ますのである。小林秀夫、文芸辞表、梶井本次郎と、神村磯田川上哲太郎は、ボードレールの健体精神を表現した梶井文学の近代性に触れ、本次郎の出現により、西欧風な文脈の掲示が与えられたとして、 冬のハエの序章が日本的センスを持った厳密な名文でありながらも、その密度の細かさは日本美術の細密画のような空間的、視覚的なものでなく、時間的、音楽的なもの、意識の流れに沿って生きたものだと解説している。そしてそれは描いたのではなく、自分の生きる時間で測ったところに鮮やかさがあり、従来の日本文学になかった。 画期的なものがあるとして、元次郎が、プルースとも読んでいたことも鑑みながら、冬のハエや闇の絵巻きなどに定着されている意識の流れについて、単なる日本的叙情といったのでは済まされない、近代文学の原型が見られると、川上は評している。武田大順は、死にかけている冬のハエの微妙な変化を凝視し、 死んだようという言葉が何度も繰り返されている描写を、ピアノダ奏者の微妙な指先のようと例えつつ、文章の構造にバリエーションを与えるようにして、効果的なリフレインが続くと評して、こういった美しい効果は、元次郎の秀でた意思と行使力によるものと解説している。そしてそれとはまた異なる、趣きの繰り返しが見られる、冬の日の何をしに、 自分は来たのだという3回のリフレインとの効果の違いに触れて解説している。川原恵子は冬のハエのゼロ段落での一辺の小説をカカうとしているという形で導入する自覚的な意味とその後の章における私の内面の基本構造や多様な手法を使った筋の流れを考察し私が結末に向けて一人の人間が追い詰められる。 生の転換点に立たされ、これまでの生を打ち破るしかない状況になっていくことを解説しながら、自意識を超える世界に人間の実在があることを小説で偶意的に描いて見せているのが、冬の葉への構造だとしている。そして河原は、同様に死の運命、自意識を扱った先行作品の早急、家計の話にはなかった、他者の現実に触れている点を鑑みながら、 元次郎が本当の意味での小説を新たに構築することを模索していたことを指摘している。人間とは運命に操られる不確かな存在だと認識したことで新たな視点から生死の問題を見つめ始めることになる。もちろん気まぐれな条件は運命の一側面に過ぎず、それを認識できたとしても運命の全体像が把握できたわけではない。しかし、 人間存在の一端であれ、それに触れたことに意味があったのであり、運命、宿命について視野を広げて考えていくことが今後の生の目的となるはずである。肺が落ち込んだ瓶と同様の閉塞空間にいる自分を救い上げるものは他人にまみれ自分自身の実在に触れ得た直感の力だけであることを知るであろう。ゼロ段落の私は 作品世界の私を対象化し得て今、他者の問題を踏まえた現実の中でという、本当の意味で生きている、主人公の小説世界を新たに構築する必要を直感しているはずである。川原恵子、冬のハエ、論、柏倉康夫は、冬のハエで元次郎が描きたかったものを、人間の存在を超えた、ある力、運命と呼べば呼べるものに他ならないとし、 主人公の私がそいつの幅広い背を見たように思ったと表現されているが、それは定年に囚われているわけではなくて、彼もまた日向の中で生き返る冬のハエのように、運命は運命として命ある限りそれを生き抜こうとしていると考察している。ありがとうございます。